旦那を亡くしました。歩いていたら上から植木鉢が落ちてきて頭にぶつかったという事故です。親父さん、あの日ベランダ出た。お父さんあんなだからこれからはちょくちょく来てね。なんであの日ベランダの窓が開いてたんだろうとか、なんで忠義さんの手袋が汚れてたんだろうとか、やっぱり私たち考えてること一緒じゃないですか。違う、親父、違うよ。事故の相手内緒にしてくれるか。殺人犯が缶コーヒー飲んでたんです。あの人も精一杯生きて自分の人生を全うに生きて。絶対間違ってますよ。許せるわけないでしょ。許せるわけないですよ。こんにちは。兄ちゃんはもう死んだって。生きてんのが大変なんつったら怒られちゃうかしらね。